はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回はですね、早速こちらがですね、テーブルに置いてあるんですよ。これ何ですか？大人の塗り絵と唱えて書く漢字練習ノート6年生、そして47都道府県漢字学習ドリルかと色鉛筆、これやるってことですかね。じゃあどれからやってみようかな。漢字練習ノートやってみようかな。小学6年生ですってよ。なんか挟まってるんですけどこれ封筒が挟まってますけど、封筒には別に何も入ってないですけど、こっち側に答えが載ってるってことか。じゃあこっち見ないでってことね。了解です。ちょっとやってみよう。簡単じゃないですか。まずこれ読みですね。読み方と書き方の問題。近くの賃貸アパートに大学生のいとこが越してきた。はいはい、簡単簡単。博物館で古代ローマ時代の貴重な財宝を見た。これは同じ感じってことね。当時の貴族の生活はとても華やかだ。姉さんは卵を使った料理が得意。調理師の専門学校に通うシェフの書き順合ってます？卵だ。手際よく生卵を、書き順合ってんのかな。王が絶大な権力を振るった昔のヨーロッパ諸国、人々に自由はなく様々な権利が制限された。じゃあ次のページ行ってみますか。机ね、机の上がまるで物置だと父さんに怒られた。雑誌を片付けると見る間に勉強机らしくなった。庭の古い切り株、株で儲けたし今度ご馳走するわね、だってちょっとなんか面白いですね、例文が。これ小学校6年生ですもんね。読書感想文の宿題は原稿用紙3枚以内だ。もう3枚目なのにまだまだ書き足りない。家族で大規模なおもちゃ博に行った。僕が気に入ったのはスペースシャトルの模型ね。でもなんかこう漢字を書くっていう習慣がね、最近ないですからね。布が見る間に淡いピンク色に染まる。今回母さんは草木染めのスカーフに初挑戦。はい、思い通りの色に染めるのは難しい。あ、ちょっと待って、違うぞ。木が下だぞ。さんずいが上だぞ。なんでだ。書き慣れてないんだな。なるほどね。字書くってね、新鮮だな。1歳半の弟が片足で危なっかしくて、こんな書き順でいいのかな。時も目が離せない。ちょっとポタージュしてみます。近くの、はい、賃貸アパートね、やってます。家賃ですね。でこう初任弁書いてのに11回、あ、合ってましたね、書き順ね。貴重ね、合ってますね。貴族ね。この字って、たっといって読むんだ。中を書いて横を書いて書いですね、合ってます。これ書き順合ってます。卵ね、卵丸ですけど、のに縦はねて点付けの、はいはいはい、鍵をはねたら点付け棒、はい、書き順合ってましたね、おそらく。
王が絶大な権力ね、権力があってますけど、木を書いて、のを書いて、一書いて、縦、横、横、横が合ってるんですね。どうやって書いてたっけ、私合ってたのかな、書き順はい、机ね、木書いて、のを書いてですね、あ、合ってますね、株木書いて、の、あ、これも書き順合ってますね。はい、続いて、舞木書いて、の、位置左右、あ、ね、前ね、前大規模、木書いて、草書いて、火書いて、大ですね、木書いて、草書いて、続いて、そ、そめるね、はい、犯罪で、9書いて、木でしょ、犯罪で、違うの、書き順間違えた、染める、三髄書いてこうじゃないんだ、こっちが先なんだ、のを書いてこうやってから木ですって。うわー、これ書き順、書き順これ大事。うわー、忘れてるな、ちゃんと覚えとかないと。こうですか、書き順ね、ちょっとこれ字書かないと忘れてますね。続いてこれいってみますか、47都道府県、はい、都道府県の名前や県庁所在地の漢字をスラスラ書けるようになる。なるほど、1から16の都道府県県庁所在地の名前を漢字で書きましょう。県庁所在地か、わかるかな、はい、やってみましょうか。はい、1番、はい、都道府県名ね、北海道は漢字で書くのね、札幌でしょ、はい、はい、2番、岩手県でしょ、あれ岩手って何だっけ、あれちょっと待ってみましょう、3番、岩手でしょ、あ、違う、青森じゃん、2番、あ、違った、危ない、青森ですよ、青森でしょ、青森県ね、県庁所在地って後にしよう。で、秋田と岩手があってのここは、ちょっと待って、これが千葉県でしょ、茨城県でしょ、東京、埼玉でしょ、新潟でしょ、新潟か、こう4番新潟県、うわ、新潟のガタね、ガタね、書き順が分かんない、あれこうかな、こうかな、いやー忘れてるな、新潟県、新潟だと思っちゃう、新潟県って新潟市ありますよね、ありますよね、新潟市だと思う、3番の宮城だよな、この形、いや県の場所には自信があったんだけどな、こうやって見ると意外と忘れてますね。で、5番は東京都、県庁所在地、都庁があるとこ、都庁ですね、都庁にしましょう、新宿区、習った記憶がないな、6、東京の南だから神奈川県、これ小学生で習ったんだ、全部川崎市ですよね、確かね、あ、ちょっと思い出したかも、広崎って読むじゃなかったっけ、違う、広前って書いて広崎じゃなかったっけ。7番、静岡県でしょ、おそらく清水市でしょ、違う、清水の次郎町の、違う、清水市だと思うんだよな、桜桃子先生の出身の
だと思うんだよな。8番、新幹線でいつもほら、あの名古屋行く前ですよね。新幹線でいつも富士山が見えて、その後名古屋までの間になんていう県を通ってる？ああ、なんだ、愛知？愛知じゃない？だって名古屋でしょ？名古屋だから愛知ですよね。愛知県名古屋市でしょ。名古屋市でしょ。さあ9番、これ琵琶湖だから滋賀でしょ？滋賀の隣でしょ？京都じゃない？これ9番、京都府って京都市じゃないの？え、京都市じゃない10番、あ、兵庫の可能性あるな。神戸ですよ、兵庫で神戸じゃないですか。さっきより難しい、あの漢字がね全部漢字で書きましょう、だからね、これね、神戸市でしょ。11番が、いやー、ラッキー問題広島県出身地です。広島県、絶対これは間違いない。広島県広島市です。出身ですからね、広島市、安佐南区ですから私出身がね。12、四国は広島に一番近いのが愛媛なんですよ、道後温泉ね。13番、高知県、高松は県庁所在地。ちょっと待って、ちょっと一旦置いとこう、絶対出てくるから後で。14は山口からのあれですね、門司港があるところですから、福岡県かは博多市でしょ。さあそして15番、鹿児島県だろうな、これはな、鹿児島県鹿児島市でしょう。16、沖縄県、漢字那覇なの、那覇ちょっと待って、那覇の漢字、那覇市の覇、宮城県の県庁所在地、宮城市。さあそして問題の四国、ちょっと待って、あ、分かった、思い出した、やったー、すっきりした香川県じゃないですかね。はあ、よかった、思い出した、やっぱ一旦置いとくの大事。高知県の、高知市でいいのかな、昔の記憶では、あ、なんだそのままじゃんみたいなのが多かった気がするんですよね。さあ一応、はい、全て記入しました。いや、先に謝っておきます、もし間違えたとしてもごめんなさい、怒んないでください、ごめんなさい。さあじゃあ答え合わせします。はい、じゃあ上からいきますよ。まず1番、北海道、はい、漢字合ってます、札幌市、はい、はい、正解、あー、よかった。続いて、青森県、合ってます、青森市ちょっとこれ、あー、間違えてた、ここは青森市なんだ。宮城県、あー、宮城県、牛タン、宮城県仙台市、仙台ですよね、そりゃそうだ、仙台の牛タン大好き、何回も行ってる、仙台ですよね、そりゃそうですよね、宮城だもんね。もうよし、気を取り直して次、新潟県、ほら今のところ県は合ってるの、そして新潟市、あ、合ってない、新潟の方は上半分が難しいから気を取られてたんだけど、中が鳥の4つの方だですね。ガタっていう字を間違えてた、
あー、バツ。これやっぱバツだったんだ。間違えた。新潟合ってんのにな。さあ、続いて東京都。東京都合ってる。新宿区、あ、やっぱ都庁があるとこなんだね。もう都庁、県庁所在地だから、県庁の庁ってね、都庁の庁ですから、そっからでしたけど、あ、よかったです。はい、続いて横浜川崎って言っちゃった。神奈川県横浜市横浜市ですね。そうですね、なんでこんな近くなのに横浜市。そっか。さあ続いて、静岡県ですよね、7番。あ、静岡県ね。静岡市なの。ちょっとひねったのに。ひねるとダメですね、さっきからね。弘前も清水も勉強になりました。はい、続いて愛知県。あ、よかった、愛知県。名古屋市合ってる。9番京都府合ってる。京都市合ってる。大阪だった。兵庫と間違えてた私。大阪府か。ここ和歌山、奈良、京都、ここ大阪。いや、大阪ってすごい、多分一番行ってる場所なのに大阪府、大阪市。あー、へこむわ。続いて11番広島県。はい、広島市。はい、はい、続いて香川県ね。あー、よかった、香川県高松市合ってる。続いて高知県。高知県、高知市。高知市合ってる。そして14番福岡県。福岡市博多市って書いてる。自信満々に書いてる。福岡市ね。博多区か、あそこは。博多市じゃないんだ、博多区だもんな。区だ、博多って。続いて鹿児島県。鹿児島県、鹿児島市。鹿児島市。ふー、最後沖縄県。沖縄県那覇市の感じですよね、問題は那覇市なんだけど、うん、那覇合ってる。は、川って合ってた。那覇市合ってた。あー、採点終わりました。ダメですね。よく行く大阪府と、あの福岡県、福岡市、博多市って書いてあったから、これは反省ですね。仙台なんてラッキー問題だったのに。青森市の皆さん、仙台市の皆さん、横浜市の皆さん、静岡市の皆さん、そして大阪府の皆様、最後に福岡市の皆さん、本当に申し訳ございませんでした。へこむ。はい、だいぶ時間かかりましたけど、塗り絵完成しました。すごい、なんか時間もあっという間に経っちゃって、集中できました。はい、このような暇つぶしグッズがですね、いろいろあるみたいなんで、はい、ちょっと勉強し直します。いやー、悔しいな。都道府県ほんと自信あったのにな。ダメですね。なんか分かった気になってたけど、いざあのやってみたら全然忘れてることも多かったり、うん、ちょっともうちゃんと勉強したいなと思いました。はい、皆さんもやってみてください。では、また見てみたいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてできればグッドボタン押してくださいね。はい、励みになります。お願いします。はい、ではまた皆さんとお会いできるの楽しみにしています。ありがとうございました。いや、ちょっともうちょっと勉強したいな。なんかダメだな、このままじゃ。よし、じゃあちょっとやってみよう。はいはいはい、リンゴ作りが盛ん。これはもう
あれでしょ、青森県でしょ、この形で。次、仙台七夕祭りの宮城県。あ、ここになるほどあるわけですね。ここから選ぶということですね。ちょっとやってみますかね。これは正解できると思いますよ。宮城県でしょ、楽のは北海道でしょ。これはもう絶対正解しなきゃダメでしょう。で、さくらんぼ山形でしょ、有名。これは簡単ですね。秋田小町、秋田南部鉄器は岩手県だ。ちょっと答え合わせしてみます。1番青森県、イエーイ。2番宮城県、正解。3番岩手県、正解。4番北海道、正解。5番山形県、正解。秋田県、6番正解。7番福島県、正解。やったー100点取りました。シール、ここにシール入るんだよかったまだまだ知らないこといっぱいありますね。ちょっと頑張ってこれ全問正解できるように勉強します。ありがとうございました。